カルランドから出版されて、おります。ついに開封された契約の箱、アークと紙一輪の超秘密、著者は藤原貞明さんですね。この本に、書かれている内容、全部ではないんですが、ごく一部なんですが、ご紹介したいと思います。地球の崩壊と再生、終わりと始まりの約束の時に発動される神の救いの計画を実現させるために、ギリギリのギリギリまで決して口にしてはいけない一輪の秘密と仕組みが暗号として仕組まれていた。今ついにその秘密が明かされる時が来た。予言されるものが出現する。だがそれは地球の崩壊の約束の時の到来をも意味する。しかしそれは再生のための救いの計画の中にあり、私たち日本人はその計画を実現する使命が与えられていたのだ。地球崩壊というピンチは地球再生のチャンスに変えられる。これは今しかない。さらにそれは私たちにかかっている。地球改造時、新しい時代のための6カ所の拠点が神から定められている。ところで私たちは地球改造時の避難場所、すなわち新しい時代の拠点を教えられた。それは北は北海道から南は九州まで及ぶ。具体的には北海道、東北、岩手県、関東、神奈川県、中部、静岡県、近畿、奈良県、九州、福岡県にある。これらの場所は神事で示されたが、現地の調査で全て明らかになっている。これらの場所は神様に導かれて発見されたと言ってもいいような驚きの連続だったということでですね、今日は私の方から関東という場所のご紹介をしたいと思います。具体的な場所を読み進んでる時に腰を抜かさんばかりにびっくりしたことがあるんです。それは関東の場所を読み進んだ時です。この場所はですね、私のこの動画を撮影する主な場所がまさにこの本に書かれてある毘沙門天堂並びに黒川という土地にあったからです。はい、こちらがですね、これから向かう毘沙門天堂のちょうど入り口になります。これからこの山の坂道を上がっていくとですね、この森の中に毘沙門天堂があります。はい、こちらがですね、川崎市麻生区黒川にあります毘沙門天堂になります。全く無名のところですね。で、看板もありません。しかしここはですね、聖地という雰囲気を漂わせているところですね。この、鳥居もですね、まるで手製で建てられた、地元の方が一生懸命やってるんだと思うんですが、非常に素朴な形の鳥居が立っております。その毘沙門天堂はですね、こちらの奥の方にあるんですが、これからご案内いたしますね。さらに奥に行きますとですね、石塔が立っております。その石塔あたりがですね、今回の6カ所の一つ、さらにこう突きつけないといきますとですね、
その一番のポイントになっているようなので、そちらこれから ご案内いたします。その石塔のところがですね、今回の一番のポイントのようなんですよ。それをこれからご案内いたします。はい、こちらが毘沙門天堂の、まあご案内ということでやってきますが、こんな感じになりますね。それで先ほどの鳥居がこちらの方に見えておりますね。だから毘沙門天堂というのはですね、こちらになります。はい、この中に毘沙門天が祀られておりますね。はい、それからですね、こう行きますとですね、さらに奥に進みますと、石塔が立ってましてね、この石塔が今回の一番のポイントのようですね。ちょっとこちらに入りますとね、この湿気とそれから蚊がいっぱいいますので、早々退散したいと思います。はい、こういう感じのところです。はい、うわ、蚊がいっぱい来た。ではちょっと退散。毘沙門天堂ですけども、非常に分かりにくいところにあります。それでですね、看板も何もありません。この景色ですね、この山の、この細い道を中に行くと毘沙門天堂がありますので、どうぞ皆さん来た折はですね、この風景を思い出してください。